ここは東海道線の熱田駅です。やはり幹線だけあって、このように電車の往来も頻繁です。そしてここは横に名鉄本線が並走しており、このように名鉄の電車も楽しめます。このホームにいるとね、今回貨物列車の音がしてきて、でちょうど、貨物の撮影1本、させていただきました。5071列車仙台ターミナル発福岡貨物ターミナル行きです。やはり貨物列車、迫力がありますね。幹線の東海道線を、力強く、通過していきます。はい、最後まで、ご視聴の方ありがとうございました。共感していただければぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。